はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグループ石です。では、今回は、帝都の決断法バープキット PS2 版、日本軍プレイ、空母使用禁止続きをやっていきたいと思います。まあ、空母が使えないのでね、どうしてもダメージが溜まってしまうので、まあ、中波、大波、した艦艇はですね、しっかり直して再利用しようという方針で進めています。で、前回ミッドウェイ攻略しました。ここは陸戦隊を送り込んで占領と。いう形をとっています。ただ艦隊戦力だいぶすり減っているので、一度ここで艦隊のね、充足を待ってハワイ攻略を目指したいと思います。なのでしばらくは守りになるかなと思うんですけども、傷ついた艦艇、これがね、しっかり直されて、かつ新しい艦艇もね、加わって、戦力が増強されたらハワイ攻略を行っていきたいと思います。ではまず時間を進めていきたいと思います。はい。では、月またぎになりましたので、作戦のね、完了の報告と次の作戦の設定をしていきたいと思います。まず、臨時予算6000、ミッドウェイ攻略したことによって得ているので、これは大きいですね。今、全然お金がない状態。鉄、アルミ、石油は、まあ、余裕が出てきた中で、お金が一番ね、苦しい状態になっているので、この6000はね、有効活用をしていきたいと思います。で、次の目標なんですが、まずアリューシャン簡単に攻略できると思うので、アリューシャンを攻略しておきます。で、そうこうしてるうちにね、傷ついた、まあ、ムサ、ヤマトとかね、ナガトとかが、毒入りから戻ってくると思うので、戻ってきたらハワイをね、一斉に総攻撃という形にしていきたいと思います。で、一方ですね、新しく、第11艦隊、用意してまして、これ防空艦を入れてます。防空艦が入っているので、この防空艦でね、しっかりとハワイの敵基地航空隊をね、撃墜していこうという内容になります。では今回ある程度まとまったお金あるので、建造しておきましょう。まあ、戦艦クラスはやっぱり欲しいですよね。なので。海大和型。大和型と海大和型の、ね、一番の違いというのは、もう一目見てわかるように、対空攻撃力、対空防御がね、圧倒的に、良くなってます。なので、これをね、一隻作りましょう。で、あとは、従順何隻かと防空艦をね、作っておきたいと思います。では、マラッカ海峡に敵艦隊襲来と、いうことなので、艦隊を出して守りに行きましょう。で、マラッカ海峡にはですね、250機 ×3、合計750機の航空戦力を置いてますので、これでね、しっかり防衛を行っていきたいと思います。はい、敵艦隊いきなり発見してますね。なので、この敵艦隊を叩きに行きましょう。まあ、できればね、もちろん、全滅させておきたいと。しばらく、こちらにね、抵抗できないようにしておきたいという思いありますので、艦隊と基地航空隊を使って、これを一気に、撃滅しておきましょう。夜明けとともに敵艦隊、遭遇してます。敵も空母相当数入っているようで、航空決戦もすごい状態ですね。こうやって見ると敵味方入り乱れているというのがよくわかります。青色が味方ですね。で、ピンク色って言ったらいいのかな、が敵の航空機になります。第6艦隊からかなりダメージが出てますが、ここはちょっと致し方ないのでこのまま行きましょう。で、第14艦隊がね、マラッカ海峡をまだ通り切っていない敵の艦隊1個いますので、これを潰しに行きます。北から侵入してきた敵の艦隊ですね。これはおおよそ型がつきそうです。味方の艦隊からもだいぶ損害出てますけど、まずこれはね、迎撃できそうですね。で、第3飛行場、まあ、画面でいう左側から入ってきた敵の艦隊。これの迎撃がちょっと遅れているので、ここに第14艦隊を今向かわせています。今画面の奥の方に空母らしき艦影が見えますね。ちょっとズームして寄ってみましょう。
これはホーネットだな。敵の正規空母ホーネットを発見。さらにワスプもいますね。この空母艦隊仕留めておかないと、この先ひどい目に遭いそうなので、ダメージを覚悟で、潰しに行きましょう。まあ、第7艦隊がね、敵の行く手を阻んでいるという状態なので、このままね、なんとかしましょう。できれば撤退されないように、先にね、潰しておきたいなという気持ちはあります。今、第7艦隊が、敵の艦隊に取り付きましたね。ここはクルーザー駆逐艦中心の艦隊なんで、足は速いんですよね。その分、装甲は薄いので、まあ、打ち合いになると厳しいんですが、接近して魚雷をね叩き込める状況になれば強い、そういう部隊です。でちょうど今ワスプ、ホーネットにだいぶ肉薄しているという状態です。第1艦隊突入させましょう。今画面にちょうど敵のね2空母、左側にワスプ、右側にホーネットを確認してます。このまま撃沈まで持っていければ御の字かな。はい、敵の艦隊撃退に成功しています。損害状況は確認していきましょう。敵の方は確認済みの空母ワスプ、ホーネット、この2隻の正規空母は撃沈してあります。アメリカ軍は第10、第11、第13と艦隊出してきてましたね。正規空母サラトガ、ワイルドビル、まあ、この辺りが第10艦隊になりますが、第10艦隊はね取り逃しになりますね。アメリカ軍の第11艦隊、戦艦テキサス、アーカンソーを含む第11艦隊は壊滅。アメリカ軍の第13艦隊も壊滅させています。ホーデット、ワスプ、撃沈してます。一方、味方の方の損害状況ですね。第6艦隊から駆逐艦2隻失っています。第7艦隊からもクルーザー2隻、駆逐艦1隻、撃沈されていますが、まあ、損害はねこの程度で済んでいるという状況なので、このままここの艦隊を直して駐留してもらいます。ではですね、ミッドウェーからアリューシャンの方に艦隊を向けて、アリューシャンの攻略を済ませておいて、また月またぎで作戦完了に伴う予算をもらっておきましょう。第1艦隊なんですけども、戦艦1、これはですね、大和型の3番艦、アワ、ここにイソロクさんに乗ってもらっています。この大和を使ってですね、敵のアリューシャン方面、アッツ島方面の攻撃隊、これをね、撃滅しておきたいと思います。投入する第1艦隊ですね。あとは、第2艦隊、2個艦隊出します。ちなみにですね、第1、第2、今から厚島に向かう艦隊、これには前回設計した防空艦を配備してあります。では時間を進めていきましょう。厚島攻略戦です。防空艦のデビュー戦ですね。厚島実はですね、日照時間が非常に少なくて、空母だけで戦うと結構しんどい相手になるんですけど、逆に空母今回使わない、使えないというで設定でやってるので、まあまあという感じですね。では厚島攻略戦始めていきます。敵の艦隊いるかいないかわからないんですが、敵の基地をね最初に破壊していきます。敵の艦隊発見してますね。それなりの規模の艦隊がいる。これはちょっと予想外ですが、確実に仕留めておきたいので、ここを逃しておくとね、厚島から硫黄島経由で日本を襲われる可能性があるので、敵の艦隊確実に仕留めておきましょう。3個艦隊入れてこなかったのがね、ちょっと悔やまれるかなというところですかね。日没夜ですけど敵の航空隊が飛んでるな。アメリカ軍の早くも夜間でも爆撃可能な航空機の開発に成功してますね。これは厄介だな。早めに敵の空母を仕留めましょう。もしくは敵の飛行場か。敵の空母レキシントンを確認してますね。
あと敵の飛行場も発見されてると思うので、マップの上側にありますね。今敵の艦隊と第一艦隊がすれ違いざまに砲撃戦展開してます。こういう絵は好きなんですけど、味方の方はね、まあ、残念ながら泡が戦線離脱していて、クルーザー駆逐艦しかいないんですよね。なのでこのすれ違いざま、高速で、すれ違いながらですね、魚雷をねぶち込んでいってほしいなというところですかね。まあ、火力がちょっと落ちるのはこのクルーザー軽巡のうち何隻かはですね防空艦なんですよね。なので撃ち合いは本当にできないんですが、魚雷は積んであるので、まあ、その魚雷をねぶち込んでいってもらいたいというところです。で、一方第2艦隊が敵の艦隊を追うように挟み込むように今向かってます。うまくこの強撃作戦がはまりましたね。左右から攻撃をぶち込んでるので、だいぶ敵の艦隊が沈んでってますね。はい、圧倒攻略完了しています。最初にお話した日照時間がすごく短いのは間違いで、日照時間がめちゃくちゃ長いが正しいですね。だから航空機の方が圧倒的に有利な海域でした。味方にね結構損害が出てるんですよね。ハワイ攻略に少し影響が出てしまうかなというふうに思います。敵の艦隊第6第14艦隊は壊滅させています。味方の方ですが、従順1隻、クルーザーを2隻失っています。その他、中隊派複数という状況です。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はハワイ攻略戦をお届けしていきたいというふうに思います。